はい、続きです。8位でした、作曲でトレインロードは。なんで賞金はゼロと。でまあ一通りやってですね、賞金が全くもらえてない状況なのでね、車をちょっと改造しようと思いますよ。はい、サンドタイヤっていうのを発見しました。砂地において十分なブロックグリップを発揮するということで、これをつけたら砂地のコース速いんじゃねえっていうのでね、まあ、つけてみますよ。はい、ちょっと待ってね、まあつけない状況でちょっとお金稼ぎします。ということでね、2回目のチャレンジです。車はね、全く改良しないんですけど、まあ、慣れもあってね、2周目で並ぶことに成功しましたね。で、ライン取りをちゃんとね、真面目にやるっていう、長距離だからね、なんか、まあ、どうでもいいやって走り方をしないわけですね。パワーが低いからこそライン取りでこう差をつけていくと、そういう走り方でございます。どうなんだろう、抜いちゃったね、やっぱね、1回目はこう、結構ふにゃふにゃに走ってましたからね、大体こんなもんでっていう、あと、まあ、慣れてもいなかったから、あんまり攻めないってことでね、2周目っていうか2回目だからもう攻めますよ。もう一通りコース走ったし、アウトインアウトでね、よし、 OK、 でスキップするよ。そしてね、1回目では考えられなかったぐらいの差でゴールをすることに成功した。あー、OK でございますと言おうと思ったら結構ギリギリじゃんかよ。危なかった、パワー欲しいね。はい、ということで350のね賞金をいただきましたと。さっき NSX21 だったのになんか急に FC 来たんじゃん。OKOK。さあ、サンドタイヤを積んで3万アイアンで走りまして、コーナー来るまでちょっと待って、ちょっとスキップしますね。さあコーナー入ってみましょうか。どうかな、お、滑らない、すんごいグリップする、いいねいいねいいね、あ、スムーズいいね。いや、プラスチックかもしれない、気のせいかもしれない。ほらほら、結構コーナーで差が詰まっていく、いよいよコーナー速く走るってことは、そんだけ立ち上がりも速いわけだからね、コーナーを通過する出口のショットも速いから、直線でも、ね、結構有利ということで、はい、その感じでまた次左に出会うか、今があった後にきつい右がありますよね。さあ、ここをどう、ここでどうだ、抜けるか。変わり映えもしない。雨降らないですね、今回ね。あと出口でちょっと車が突出まして、流されました。9位じゃねえか、結局ですね。実力不足でございます。ちょっと練習します。はい、ちゅうのでね、まあ、なんだっけ、まあ。タイヤ買おうかなと思ってますね。400ゴールドあるから、200ゴールドでスポーツタイヤ。じゃあ行きます。OK。ちょっとレース行ってきます。はい、2位でしたね。うん、疲れるわ、結構。リプレイ見てもどうしようもないですから、うん。っていう感じだったんです、本当に。ちょっとでもハンドル切ったらすぐアチストにしちゃうから、うん。ちょっともうちょっと様子見て、もっと面白いところあったらそこから続きやります。あ、ちょっとお金貯まったから、ショップ行ってみますか。なんかあるかな、いいパーツ。ないな、もう。エンジンだね。エンジン何にしようかな。うん。まあ、これ買うか、AR エンジンの。そうだね、ちょっと待ってね、じゃあ990溜まったら、900溜まったらまた続きやります。ということでこっちも3円まで湧きましたね。なかなかお金が溜まらないですね。で、溜まったんで買います。早くなりそうですね、わかんないけど。で、これちょっとレース行ってきますね。どんな感じかね、ちょっと今のところこんな、ベストランクこれは1位、これ8位、3位、2位って、これが苦戦してるんですわ。ちょっとこれをエンジンの世界で乗って走ってみますわ。こんな感じなんかね、AR エンジン、AR エンジンって言ってあれを思い出しますね。トヨタのエンジン、AR エンジンだよ、ね、どうやってリードするんだよ、確かに。さあ、スタート。つまり全然勝てない。8位だよ、ね、その1台も決めてくれないで終わるんですけど。あれ、いや、嘘。
ハードルで面白くないですよね。感じします。すごい当然のようにね、そのまま一気に合流しました。ちょっとね、いやいや、実況ってどうやってやるんだよ。こうやってやるもんじゃねえのか、わからん。スキップします。ちょっと報告します。パーツ増えてました、なんか知らんけど。なこれ、これか。 3GE エンジン、高回転エンジンだって。これ T18B エンジン、 B18C みたいな感じなんですね。 DP エンジン、中型エンジン、 RD25 エンジン、トルクがあるんですって。いいねこれね。タイヤもなんか増えてますね。スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ、ラリータイヤ、オフロードタイヤ、オールテレーンタイヤ、レーシングタイヤ、セミスリックタイヤ、ミッションもなんか増えた。クロスミッションとかありますなんかね。パワーステア、スポーツステア、スポーティーブレーキ、ブレーキな効かないからね、この車ね。ビッグタンク、スーパービッグ、ガソリンがね、あれね、増えるのね。で、シングルタービンカーとかね、ローダーもできるんだ。軽量化、いっぱいあるね、なんかね、いろいろね。ABS、TCS。っていう感じ、ちょっと、まあいいや、どうするか、まず何買おうかな。TCS、まあ TCS はまず、なんだ、ブレーキもまだいいか。エンジン高いからね。後回しにして。クロスミッションすっか。高速マニュアルの。こんなもんでだろう。まずは。で、B クラス行くようになったかな。おお、なんか増えたぞ、なんか。B 級先と L とやってみるか。ちょっとパーツ変えますね。スポーツタイヤにして、5速クロスにして、行きます。もちろん見てみるか、一周。なんか何周か。ラーメン屋さんだからやっぱりこの低回転エンジンしたいですね。そういうなんか加速が大事そうな気もするんでね。離されていくな、その分直線で。さあコーナーで差を縮めたいところ。まだ縮まってないね。まあ、3位だからね、悪くないと思うんだけどね。まあ、抜かれないようにすればいいかな。おーおー。